戦艦ひろなにようこそ。皆様どもどもしきひろなでございます。今回は艦載機と陸上機、ゼロ戦とはやぶさの違いとはについてお話ししていきたいと思いますので、お時間のある方は最後まで聞いていただけますと嬉しいです。それではこちらのタイトルに対して皆さんがどのようにコメントをしていただいたのか一緒に見ていきましょう。まず一つ目、艦載機と陸上専用機が同じくらいの性能っておかしくない？常識的に考えて艦載機の方が制約が多いでしょう。それとも陸上機は手を抜いて作ってるとか？お次いきます。技術の黎明期にはよく起こる現象ですよ。WW2 以前の航空機では陸上機より水上機の方が高性能だったとも言いますし、もう一個お次。結成思想の違いなんですけれども、海軍機は一機種に全ての機能を盛り込もうとするけど、陸軍機は性能を分散できる。そのため当初は同時期に設計された海軍機の方が高性能だけど発展できないので改良型で陸軍機に抜かれる。ただ残念なことに一式船は有名な設計時の欠点があるため拡張が難しかったわけですわ。歩103の改良でなんとかしてたけど…艦載機って初めて聞いた言葉なんですけれども、また無知ですみません。なるほど、同じくらいの性能ってことなんですね。で、その同じくらいの性能はちょっとおかしいんじゃないかってことですよね。でもそれは技術の黎明期にはよく起こる現象だから仕方がないってことなんですかね。なんだか今回もいろいろ難しいなと思いつつも読んでいきます。はい、お次いきます。ゼロ戦11型の自重が1671キロ、全備重量が2339キロだそうなんですが、対して一式船1型は自重1580キロ、全備重量2243キロでして、実は比較すると陸上戦闘機である一式船の方が機体重量も全装重量もともに軽かったりするんですな。途中漢字読み間違えてると思います、すいません。全装重量か、よしよし。艦上機としての装備を追加したゼロ戦21型ならさらに機重も増加したはずですし、重量が両者の性能差に影響したというのはちょっと成り立たない考察な気がしますの。なるほど、わからん状態なんですけれども、結構重そうに見えて意外と重量は軽いってことなんですかね。いろいろなんか難しいコメントが飛び交っておりますが、お次いきます。なんか今回なかなか自分の意見が言えずすみません。生産コストが全然違うのを比べても…艦上機は空母に乗せる分だけ作ったら十分のはずだからコスト度外視で設計できるんだよ。なるほど。まだ救いはあるって感じなんですかね。お次いきます。単に1940年あたりでは陸上機と艦載機で差ができるような技術はなかったんじゃないのか。双発機が艦載機にはなれなかったくらいじゃない？でもどうなんですかね。日本のその戦艦ヤマトっていうのがすごい、当時ではすごいクオリティの高い戦艦だったって言われてたくらいなので、当時の日本の技術は結構計り知れないと思ってたんですけれども、どうなんでしょう。難しいな今回。頑張ります。
むしろ陸上機に引けを取らない性能を実現できたんで、初戦のゼロ戦の大活躍もあったわけだが、米も F4F が結構いけてたけど、陸軍機の P40 などと比べるとゼロ戦ほどの相対的な優越はない。ゼロ戦は合成低下方式の操縦形状や空量形状で見ても、なんというか当時としては速度と運動性のバランスが奇跡的に良かったんじゃないかと思う。そこにキレンド、鬼レンド、キレンド、どっちかな、なんて読むんだろうの搭乗員が加わると、あれだけの無敵っぷりを発揮できたということじゃないかと。難しい。なんか今回コメントだけ読んでる回になってしまうな。ちょっとなんか自分でも一個だけなんか言えたらいいなと思いつつも、三菱はゼロ戦を丁寧に作りすぎたんですよ。中島飛行機は兵器としての製造しやすさも考えて工程数の減少に努めていた。どうせ数年で技術的に陳腐化する戦闘機は極端に言うとそれ以上の耐用年数は設定しなくていいのです。でも日本って結構こう丁寧に作っちゃう感じですよね。なんかそこが今回は悪く出ちゃったのかなって今ちょっと思いました。逆に三菱製も中島製も性能は変わらない。カウリングの色が黒くてもかっこいいから中島製に乗っていたというゼロ戦搭乗員の方もいる。はあ、一概には言えないってことなんですかね。最後、でも海軍は空母という確実な基地と整備員が確保できるから億単価の高いガソリン前提で設計できるし、整備員の能力も高い想定が可能。陸軍は前線に基地展開するから粗悪ガソリンの恐怖と新米整備員が回されるからサラブレッドより確実に動く農耕馬が必要。そんな感じかな、だそうです。難しい話でなかなか自分のコメントが言えなかったです、すみません。でも今読ませていただいて聞いてる方がとか、いやそれはどうかと思うよとか、いやでも自分の意見はこう思うって思っていただけたら嬉しく思います。あ、なんか今回お力になれずすみません。ということで、今回の内容が良かったというあなたはチャンネル登録やコメントをどうぞよろしくお願いします。ここまでのお相手は四季ひろなでした。バイバイ。